寒天の濃度を抑えて、まあ、プルプルしてる感じですけど、ドンヨンのですねこうブルーがこうちょっとのこう見えると、こうなんか海みたいな感じで、ビーカーに純水を取ります。純水に寒天ですね、アガーを溶かします。で温度計をガラス棒代わりにして、この後コンロにかけて、溶かしたばっかの時は少し、白く濁ってるんですけど、加熱していくとだんだん透明になっていきますね。寒天の場合は一旦こう白く濁ってる状態のですね、80度以上にしてやっぱり透明にして、こう、まあ、グツグツ煮込まなくてもいいんですけど、まあほぼ90度ぐらいですけど、あ、沸騰してきましたね。一旦ギリギリ泡立つぐらい、ちょっと危ないですね。ね、一旦80度、90度ぐらいにしておくと、こうよく透明になって、こう完全に溶けてですね、完全に溶けて透明になってくるので、一旦このまま保冷します。40度ぐらいになるまで一旦冷ます感じですね。その間に、寒天を冷ましている間にですね、その間にこのガラスの容器に硝酸銀を入れて、あの普通の水道水じゃなくて純水ですね、これちょっと霧吹きに入ってますけど、だいたい2ミリぐらい入れてこう溶かしておくと、瓶の底にこう硝酸銀が溶けている状態にします。それからあと蓋の方ですね、キャップの方にあの銅線ですね、銅線なんですけど、この銅線を、まあ、このままでも構わないんですけど、こう螺旋状にしてちょっとこうねじらしておくと、ね、であとキャップの内側にこうテープで留めて垂らしておく感じですかね。こんな感じですかね。まあ、もうちょっと長くてもいいのでちょっと引っ張っておきます。はい、この状態ですね。この後あの、寒天が冷えてきたらこれ注ぐだけなんですけどね、ちょうど今40度ぐらいです。まあ、触った感じでね、お風呂の温度ぐらいなので、まあ、温度計外してもだいたいそのぐらいの温度かなっていうことが分かります。で先ほど硝酸銀を溶かしておいたこちらボトルですね、こちらの方に一気に注ぎ入れます。導線を内側につけて、このキャップですね、導線ついてますけど、これをでキャップをすると、ちょっと火曲がっちゃいましたけど、あとはこれ銀珠が出てくるのを待つだけですね。何時間かこのまま待ちたいと思います。はい、銀珠ボトルです。これ別のサンプルなんですけど、30分ぐらい経ちましたかね。まだ同様のブルーの色の感じはしないですけど、だいぶ銀珠らしくなってきました。もうしばらく置きたいと思います。1日経過したものです。銀珠そのものは結構きれいにキラキラできてるんですけども、寒天の方がですねちょっとこう合変してしまいまして、
こちらはちょっと失敗作なんですけど、銀の濃度がですね薄すぎるとだいたいこんな感じになって、これはあの寒天濃い寒天濃度が濃いんですけど、まあ、白っぽくなってしまうっていうのはあまりうまくいってないですね。こちらのサンプルが比較的いい感じなんですけど、寒天の濃度を抑えて、まあ、プルプルしてる感じですけど、同様の色がですねこうアクアブルーみたいにして綺麗な感じでできるんですけども、まあ、これ比較的うまくできてるサンプルなんですけど、どうしてもやっぱり硝酸銀使ってるのであの合変しやすいですね。寒天の部分がちょっとこう茶色っぽくなっちゃうんですけども、まあ、濃度高くすると比較的あの銀醸できやすいんですけど、どうしてもこう茶色っぽくですねこうなることが多いですね。これはまた別の銀醸ボトルのサンプルなんですけど、単にあの銅板をボトルの下に置いたパターンで、あと上から硝酸銀の結晶ですね、あのただこうパラパラとこう上から巻いてるだけなんですけどね、まあ、拡散するまでの結構時間がかかるんですけど、銀樹そのものはまあいい感じでこう伸びてくるとですね。銅線を垂らすパターンだと、まあ、まあ広がりは大きいんですけど、まあ、時間がかかってよければこの銅板を下に置いてですね、あのゆっくり成長させる、こういった形のものもいいかもしれませんね。こっちは色はあまり良くないんですけど、こっちの方ねまだちょっと成長の途中なんですけど、若干こう青みにかかった感じがいい感じで、少しこう青みがかかって見えるのでね、まあ、こういったものも試してみるといいかもしれません。